はい、はいさい。今日は海釣りですね。某うるま市の漁港に来てます。貝がよく釣れるということなので、はい、貝狙っていきたいと思います。はい、餌はですね、オキアミと練り餌とサンマですね。はい、とりあえずね、これだけあればね、あのいろんな魚に対応できると思うので、ね、まあ、一応貝以外も狙っていきたいと思います。はい、餌はオキアミですね。オキアミですね。うん、うわ浮きが浮いてこない。重りがフルコを超えちゃってますね。これはもう仕掛けを変えた方がいいですね。これは引き終わってきた。引き終わってきた。おお、おっしゃおっしゃ。おお、おお、ちっちゃちっちゃ。これは小さすぎだろ。ビタロウ先生ですね、これ。まあ小さいけど釣れたら嬉しいですね。2匹目、同じ魚がまた釣れましたね。来てる。あ、来てる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 。おお。あー、ダメだ、来て。これあるじゃん、タマンじゃん。うわ、なんかかっこいいですね、模様が。じゃあね、ヒョウ柄だな。ヒョウ柄、財布にしたらなんか売れそうですね。来てる来てる来てる。また来てるわ。おお、よっしゃ。大きい来た来た来た。大きい、一緒やん。美味しそうだな。うん、美味しそうですね。よし、これも食べましょう。から揚げにして。俺坊主なんだけど。坊主ですね。こっちのサイズ、こっちのさ。やば。こっちのサイズ。どうしようかな。めっちゃ手応えがないけど来てるよ。手応えが。手応えないけど。あ、またまたタマンだ。タマンが釣れた。ちっちゃい魚しかいねえな、ここ。うん、春さんまた釣れてないみたいですけど、何ですか。俺大物しか狙ってないから。大物しか狙ってない。もうリリースレベルだね。あ、R さんレベルからしたらね。リリースクラスだね、これは。ちっちゃい山目ばっかり釣ってる R さんからしたらリリースレベルだろうね、これね。もう行っちゃうけど、数える俺大きそうだからさ。さっきよりは引きが強いぞ。お、マジ。おおおおおお、さっきより大きい。さっきよりはちょっとサイズアップですね。20センチぐらいあるんじゃん、これ。おっしゃー、来たぞ。ちょっと大きいな。おお、さっきのでかい。おお、なんか、あ、キラ、光ってる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 。おお、シャ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 。あ、何これ。おっしゃ、来た来た来た。これ何、ガラじゃねえの。GT ですね、GT。ミニ GT。 S サイズ GT か。 SGT ですね。 STO みたいな感じ。スペーストルネードオガワですよね。ガンガン釣るよ、ガンガン。いいな、結構釣ってるね。少年ガンガン。7匹目ですけど、何か問題ありますから、ね、どうなって釣るのか教えてほしいなって。かすかな当たりを見逃さない、それが真の釣り人への道です。真の料理人のやつぎゃ、真の釣り人か。真の料理人、何のことかな。何のことかな、それは。お、なんかさっきもでかいぞ、ほら。おお、マジ。おなんかなんかなんか。さっきよりはちょっとでかい。結構引きが強い。おー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 。でもまだちっちゃいな。おー、ちっちゃい。白だけど、芯だ。芯が釣れましたね。ね、おっしゃー、来たこれ。まだ唐揚げレベル。今日唐揚げしか食えんな。でもサイズがどんどんアップしてきてるんで、それ確かに50センチくるかなと思ってます。原さん、あれどうにかして釣れないですか、あのイカ。これ実写版スプラトゥーン。ああ、見えなくなった。ああ、ダメだ、逃げられた。何でしょうか、あの魚。隣に草木クラゲと遊んでましたね、あのクラゲと。これは、あのカワハギじゃないですか、これ。夏バテしてるんですか、これ。すごいね、世紀のない動きしてますけどね。諦めてるね。諦めてますね、人生は。来てる、来てる。一応来てると思ったよ、泳いでるから。ほら、出たー。クラゲとフュージョンしようとしてますね。食ってんのか、何してんのかな、ね、中にあるなんか栄養を食べようとしますね。バクバクしてる、めっちゃバクバクバクって。はい、ゆうまずめの時間ですね。ゼロですよ。はい、いやー、1匹も釣れてないですね、ハルさん。言い訳としては、はい、針ってかな。どんな針なんですか、見せてください、これ。オキアミと同化できそうですけどね、この同化できそうだけど、さすがにこれは食わない、うん、な、隣同士で同じ餌でやって釣れないっておかしいでしょ、うん、おかしいんですよ。釣りっていうのはね、やっぱ試行錯誤の賜物ですからね、これ。坊主を繰り返してきた研究家が研究を重ねた結果こうなったっていう努力の結晶ですよ、これ。研究家なの、うん、研究家ですよ。なんかハールさんが釣れたみたいですけど、しかも見てごらん、これ何ですか、これフグでしょ、これ。
横に刺さってるじゃないですかこれ。だからはどんなやって釣れるわっていう。うわすげえ。なんかヘナヘナし、うわうわ、これ食べられるんですかね。いやこれダメでしょ、フグでしょこれ。このハルさんガムみたいな噛んでもらえます。くちゃ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 低かったんですけど、ああ落ちた落ちた。自然なるキャッチアンドリリースですね。俺はじゃあ坊主じゃないってことはこれで証明されたね、うん、いや今逃げられたから坊主ですよカウントゼロですね今。結果発表、素晴らしい。あの春さん今日釣れた魚は何匹ですか。1匹。まあ釣れたということにしましょう。今日は私なんとですね13匹釣れましたね。まあ超かわいかったんですけど、サイズが全部小さいですね、うん、これはとりあえず全部持ち帰ってね、あの唐揚げかなんかにしてね、ビールのつまみにでもいいなやろうかと思ってます。いいおお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 さっきより引き強いな。さっきよりでかいぞ。サゴめっちゃ曲がってるやん。おお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 お記録やんこれ。今日の記録、今日の記録ですね。塗り替えましたね。さっきエンディング撮ってね、ちょっと収まりつかなかったんでちょっと頑張ったんですけど、最後収まりついたな。よかったっすね。しかも最後に一番でかいやつっていう。でかいやつ釣れましたね。やったぜ。締めるこれで。もうちょっと粘っていいですか。釣りたい。7時半までちょっと味締めたぜ。味締めてる。味締めたぜ。釣りのめっちゃ面白いわこれ。一人で気持ちよくなりすぎっていう。これが釣りお腹。今その釣りの帰りなんですけど、あっち見てください。見えるかな。海中道路ですね。レインボー、沖縄のレインボーリッジはここにあったのかって。ああ、綺麗ですね。めっちゃ綺麗です、ね。沖縄が低所得なのはあの電力のせいって言われてます。そんなことはないでしょ。どんだけ電気が釣れば。綺麗ですね、この辺。綺麗ですね、だいぶ綺麗です、ね、ご視聴ありがとうございましたでしょ。ご視聴ありがとうございました。何回エンディングですだからまだまだ料理もありますから。やばいな。お、小魚たくさんですね。狙い目でしょ、絶対。はい、カルシウムの塊がありますね。カルシウムの海って言っても過言ではないですね、これは。この海、カルシウムマンデルな。そうですね。これで、あの、タンキも治れそうですね、これでね。はい、海に入ったら予防になるんだ。そうですね。飛び込もうかな、そのまま。ね。まあ、とりあえず、そうだね。うん。